ばんは、萩原健太です。ミュージックシティ木曜日はヒットポップアンコール。1950年代から現在まで様々な時代のヒットチャートを賑わせてきた素敵なポップチューンをたっぷり詰め込んでお届けする45分間。年が改まりました。今年も昨年以上にご愛聴のほどよろしくお願いいたします。さて、お約束の通り今年もミュージックシティ木曜日、1年の幕開けは大滝詠一、山下達郎両巨匠をお招きしての新春砲弾であります。去年同様どんな話が飛び出してどんな風にあちこちに飛んでいくか、予断を許しませんが、とりあえず今年最初のリクエスト曲をお届けしましょう。この曲の後で大滝山下両先生の登場であります。東京都豊島区の山の上匠さんからのリクエスト、1973年に全米チャートで65位と順位的にはちょっと地味なんですけども、1年を始めるにあたってはなかなか景気のいい曲っていう感じであります。僕も大好きです。今度は本気だぜという感じのナンバーですね。タオーパワー This time it's real。ついにやってきてしまいました、新春砲弾のお時間でありますけれども、今年も来ていただきました大滝詠一師匠、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします、山下達郎先生です。今年もよろしく。というわけでね、去年もこの番組をここに当ててしまいました。何回目なんですか。始まり方いつも一緒なの、はい、いつも一緒です。もう去年のものをここに持ってきてもあんま変わらない。去年もこのまま1年間据え置きでもいい。据え置きでもいいって言われて、達郎さんが何回やったんですか、これ。私3回やりましたよね。最初の年からやりましたから、僕3年やりましたから3回でしょ。ね、それ次は佐野くんが1回やって、ってで去年今年と。ええ、数えると6回目。6周年すごいですね。長寿番組ですね、本当ですね。お正月はこれがなければということですけどね。というわけでですね、去年もそうだったんですけど、まあ基本的にはこういろいろ山のように出た再発、レコード、その他ですね、いろいろ集めて聞いていこうというね。毎年説明がいるよね、この番組ね。間1年空いちゃいますからね。まあそのような趣旨なわけなんでありますけれども、今年はねちょっとやっぱりとりあえずですね、去年と違ってお二方ともですね一応動きがあったので、私は毎年動いてますね。
のがありましてですね、その、ね、その辺の話からちょっと行きたいななんて思ってるんですけど、はい、とりあえずどちらから行きましょう。それも派手に動いた人から派手に何年ぶりのニューアルバムですか。2年半ぶりです。2年半ぶりのニューアルバム。何年ぶりのニューアルバムって日本があるんだ。あ、そう、おかしかったか、うん、僕の中の少年ですけどね、はい、おかげさまで売れましたね。おかげさまで、大成功じゃないですか。おかげさまで、これまして全国皆さんありがとうございました。僕米米クラブっていうのをね、はい、プロデュースやったんですけど、よかったですよ。いや発売日を決めるにあたってですね、男組と達郎さんを避けなくちゃいけない。何考えてるの。それじゃないとダメだなと思ってですね、思ったらみんな輪髪になっちゃいましてね、うん、正当に出したら何もなかったっていう、他の PC が取れたっていうですね、とんでもないことがありましたけどね。というわけで、今日ちょっとこれ達郎さんに聞かせてもらいたいんですけど、はい、なんとせっかくはこういう新種本だったですからね、はい、要するに巷でどこでも聞けるようなものを持ってきてもつまらないですね。来ましたよ。大滝さんのそうです。大滝さんがそういうこと言ってしらじらしいと思ったんだ。例えばレコード逆書いてるんですよ。違う違う違う。どうしてそうこうし、こういうあれなんですよね。ですね、この中にマーマレードグッバイって曲が入ってるんですが、これテイクが2つあるんです、実を言うと。というのは全く演奏の違うテイクがありまして、デジタル、まあ、レコーディングでしょ、うん、でこれのレコードに入ってるのはデジタルレコーディングなんですけど、はい、16チャンで撮ったやつなんですよ。16ちゃん、アナログ、で各種取材でも言ってますけど、はい、もうデジタルの音って、ね、非常にへきへきした時にあって、うん、デジタルレコーディングがちょっと嫌だっつって16ちゃん買ったんですよ僕、うん、16ちゃんでリズムを取ったんです。ああ、でそれが結局これには入れなかったんですけど、うん、その後いろいろローパスフィルターとかね、いろいろ改善してデジタルでなんとかなったんで、で16ちゃんで全くだから違うテイクが1個あるんですよ、何曲かね、で今日それ持ってきましたん でラフミックスなんであんまりちょっと一応ダットですけど、ラフミックなんであんまりよいよい、準備はすごいよね。いやだんだんこの新春砲弾、立派な番組へと成長しつつありますね。貴重な番組になりましたね。歌入れも全部やってあるやつですので、ラジカセラジカセラジカセ聞いてみてください、ね、はい、じゃあ紹介してください。じゃあマーマレードグッドバイ。声がしたよ、立ち込めるつぶやき、テーブルの陰で少し錆びついてた、つかんで僕はここを出てゆく、そうだね、戻っては来ない、探してる夢がここにはないから、ほら雨が止んだよ、走り出すのさ baby、 心
いやなんですね、そうそうね、こういうものが聞けるとは。サックスソロだけデジタルと同調同期して、うん、同じものを映してありますけどね。あとは演奏は全然違いますね。おときさんどうですか。出たかいなった番組いいもん聞かせていただいてね。達夫さん今ツアーをねやってる真っ最中で、はい、なんかこのニューアルバムの曲と、まあ、ポケットミュージックの曲と、ええ、あとは割と古い曲、そうですね、10年以上前の曲ばっかりですね、うん、なんか理由はあるんですか。ないんですけど、久しぶりに今回はねツアー久しぶりなんですね、うん、その前はでもね毎年比較的コンタクトさんとやってたんですよ、うん、そうするとなんとかルーティン化するっていうのかな、うん、で割と新しい曲っていうか80年 2,3 年以降の曲っていうかな、こう 4,5 年の曲ばっかりでやってたからね、うん、もうだって LP14 枚じゃん、うん、だから120曲ぐらいになるんですよ。だから少しすごいね、大滝さんもっと小林亜生さんみたいね関係ないから本当に曲数多いわ、だから、うん、もう昔の曲がやってないからずっと、うん、もう5年も6年もね、だから少しやってみようかな。音楽的なこう肌触りとかね、うん、割と目指すとか出来上がり の, その感触とかが割と昔のやつにこう近くなってるとこあるでしょ、今度のアルバム。そうですね、どんどんそうなってきてるみたいですね、うん、そういうのももしかしたら反映されてるという、なんかこうほら盛り上がるとかさ、うん、受ける、なんつうの、乗るとかあるでしょ、うん、そういうのがだんだん嫌になってきて、なんか1曲目から総立ちになるとかするのすごく嫌でね1曲目から総立ちになったらもうできないなと思ってやってるんですよ。うるさいんだなこれなかなかね、まあそういうことないですけど、うん、だからなんつうのかな、乗るよりも聞かせたいっていうか、うん、乗らせるより聞かせたいっていうか、そういうのでなんかだんだんそういう感じになってきちゃったんですよ。達夫さん、それでこの僕の中の少年去年出したのと、はい、私これ好きなんですけど鈴木さんのやつですか、はい、さんのラジオデイズというね、はい、やつのプロデュース半分ぐらい、半年もかかって3曲しかできない去年のそれでこの新春砲弾で達夫さんがエンジェルベイビーへオマージュを書いたって、はいはいはい、言いましたね、それはね、そうそう、その曲があるんでね、これは僕はですね家でですね、家で自分のベスト5とか子供の頃つけてませんでした、ベスト10とか、私まだやってるんですよ少年ですねそれですね、このこれからかけるですね鈴木雅之さんの、奥さん大変だ本当におやすみロージーっていうね、これがですね赤丸初登場1位を獲得した時期があるねいいよねそういうの、でも本当に本当はね LP 半分やるっつう話で始めたんですよね、うん、なんか何ヶ月経ってもね延々進まなくてね、うん、スタッフもダメとか言われて、でもある意味ではあれでしょ、達夫さんがこうボーカルで、達夫さんのボーカルのスタイルってもあるんだけど、ね、それではないところ の, ものをこう求めたっていうか、そうです、ね、感じあるでしょ。だからやっぱりドゥーアップに関してはやっぱり次回役中ですかね、うん、彼はそうですね、まあ、一切要するにそのなんか説明を必要としないっていうの、うん、自分のフィーリングっていうので、うん、要するにこの曲っていうと、おやすみロジーっていわゆるドゥーアップですけど、うん、それを持っていけば自分のものとして歌えるっていう、うん、それはもうで彼は実にそういう意味ではね、うん、本当の意味でのちゃんとしてておかしいけど、うん、いわゆるドゥーアップの音ってあるんですよ、うん、そういう音のきっちり組んだドゥーアップの音ってやったことないんですよね。あ、本当のやつだね、うん、確かにね、レコードではやってないですね、うん、それ風の曲はありますけど、うん、あとカバーとね、うん、オリジナルとして本当にいわゆるドゥーアップのルーティンっていうかな、うん、そういう様式持った曲っていうのは、ね、あんまりやったことないんですよね、うん、彼らをレコードデビューさせたですね、最初の張本人もこちらにいらっしゃいましたですね、ちょっとそれをもう含めて聞いてみたいと思います、ね、本当に自分で歌ってるやつがあるんですけど、どっか行っちゃったんですよ、持ってきてくれないんですよ、3週間ありますんで、もし気が向いたら持ってきてくださいね鈴木雅之さんでおやすみロージー
これはよくできた。素晴らしい曲ですね。これでね、本当はね、はい、このラジオデーズって LP が半分やればその A 面だけ僕やるっていうね、うん、予定で、うん、そしたら A 面の一番最後にそのローディのね、うん、SP でそのなんていうのかな、ドゥーアップってほとんど SP なんですよね、ボードって、ね、うん、だからその SP から出てくることで、うん、その範囲があれして終わるっていうことにしたかったんですけど、チリチリチリという、その音源素材も作ってるので結局使ってくれなかった。ああこちらの使われて、持ってきたから聞いてみてくれ。また来ましたよね、ちょっとそれ聞かせてください。いろんなことを考えているわけです。これはあの似たようなことを大滝さんもあのソロアルバムの1枚目でありますね、生かせてこの声やってた覚えがありますが、ましたけど、ね、あの時はカセットでしょ、ラジオ、ね、ラジオ音を入れたんですけどね、うん、アルバムに。でそれをラジオでかけたらどうしてくだらないこと言いましたね。これは本当にスピーカーから出てる音なんですよ。あの普通のアンプのスピーカーアウトからね、うん、トランデューサーって機械がありまして、うん、それをその発信する機械があって、それの上にね SP の針を、あのプレイヤーの針を置くんですよ。そうすると SP のスピーカーから音が出てくる機械があるんですよね。それでスクラッチをあの本当にエンジェルベイビーの、あのロージー&オリジナルのエンジェルベイビーのスクラッチをサンプリングして、それを一緒に出して、こっちゃこっちゃ、私さんがカセットに入れてカチャって再生したんだけど、あれ時代が時代だもん。何年前、だんだんあれですね、凝り方も時代とともにあれですよね。面白いものを今日は。それがラジオデイズということだったんですかね。あ、うん、じゃあラジオデイズって僕が決めたタイトルじゃないんですけど、ね、うん、山下君が決めたにしては珍しいなと思いましたね、僕じゃない。だからそれは僕はプロデューサーじゃないんです、うん、なるほど、だから曲のことはやってますけど、うん、全体のトータルプロデューサーは僕じゃないですから、ね、うん、なるほど。そのディレクターの人がこれで疑問が評価しましたね、うん、と疑問が評価した大滝さんにですね、で、はい、話を移してみようかなと。もう私何もない。そんなことはない、そんなことはないですよ、ルービー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 がありますけど、ね、ルービーとオリジナル違う違う、ルービーとロマンティックス、あの、うん、大滝さんのあれですよね、あそうね、うん、あの久々のあれですよね、アイドルアイドルアイドルものポップ今回は、まあ、映画音楽っていうのもあって結構、和田誠さんということで、うん、でいわゆる映画をね、うん、見るようになったのも小林信彦さんとか、うん、和田誠さんとかそういう本を読んで、うん、それで古い映画とか見て、でそれでこう理解が一層深まったというかね、うん、だからそういうことがあるんで、そういうお話をいただいて、うん、一度だからそういう話であればね、うん、これはまたとない機会だと思って、あ、今回も結構凝ってますよね、だからね、でしょうかねまあ普通にやったんですけどもね、うん、あ、うん、面白かったのは、まあ、もうすでにこうベスト10番組とかいわゆる歌番組もすでにこう出てきてて、やっぱその流れの中で聴いた時のこの曲っていうのは面白い響き方してますよね。本当は映画の中だけで使われてもらえれば本当に良かったんですけどもね、うん、あ、本当はまあそうですよね、その辺でもこうあれでしょう、両立させるの難しかったでしょ、両立も考えなきゃいけないでしょ、うん、例えばだからあの映画だからということでぐっと強引に押そうと思えば押せるわけなんだけども、うん、でもはなんていうの、テレビとか出て歌ったりもしなきゃいけないしなんかすごく難しかったですよね、そういう意味ではね。でまあそのでも折衷のところに、まあ折衷のところでしたよね、ちょうど、うん、やっぱり大滝さんの作る音はテレビで再現するの難しいでしょ、うん、なんか音自体はね、うん、前からやっぱりここ7、8年ぐらいの、うんうん、それはだから歌う人は気の毒でね、うん、あ、でそれはもう山下君も同じことでよく分かってると思うんだけども、うん、とびっきりの音をレコーディングで作っちゃって、うん、そのカラオケでも気持ちよく歌うわけだから、うん、それと同じオケには絶対なりえないわけなんですよ ね、 なるほどね、そういうライブっていうのはだからすごく歌う人がいつもこう、うん、あこういうんじゃないこういうんじゃないっていうふうに思ったりするからね、うん、歌う人は大変なんですよね、うん、そういう意味ではライブはね、でレコードはよく、うん、彼女は歌ってると思いますよ、うん、うん、
でも本当に久しぶりのレコーディングというか、レコーディングはねクレイジーキャッツ以来でしたからね。あれもう3年ぶりぐらいですかね。そうですよね、うん、6年ぐらい、トニータニー以来ですかね。だから関係したのはスタジオにこもったのは、一応ね、うん、昨年はトニータニーのザンスミックスっていうのでスタートしましたからああいうもんでね、ずっとお笑いの路線を行ってましたけども、うん、今年はまあ、キュートな、まあ、ポップスものに来たわけですけども、今日ちょっとボールルームバージョンっていうので ねこれシングルで、いつもラジオとかそういうところでかかってるものではなくて、うんうん、特別なバージョン、これの方がですね、途中 の, そのサビなんかのところ の, 遊び心の部分グッとかね、結構いろいろ聞こえてきたりして、ね、どう違うんですかそのボールルームバージョン。これはボールルームバージョンはですね、うん、一発撮りの音なんです。うーん、でシングルで出したのは、うん、ドラム以外を全部少しクリアにしようということで全部ダビングして、はあ、なるほど、少しほんのちょっとビートを少しつけたという、うん、でこっちはもうゆったりめに聴いてるとのんびりしたというか、これをだからあれなんですよね、ちょっと長くなってましたね。いやいやいや、映画館なんかでそのレコードバージョンをそのまま聞くとねしらけるんですよ。確かに。あ、でそれから外向きのテンポっていうのはやっぱりちょっと速くて、うん、1時間半ぐらい座っててこう聞いてるとね、速いテンポをやられると落ち着かないんですよ。あ、で映画館で聞いてちょうどいいテンポっていうのをテレビとかそういうところで聞くと本当に遅いんですよ何年か前のっていう風にどうしてもなっちゃうんですよ。だから本当にで同じテンポで、うん、そのノリを変えてやってみたんです、うん、ゆったりしたノリとちょっとテンポと、うん、そういうことができるのかどうかっていうとちょっとやってみたんですけども、うん、あ、深い深い、いやいや、さすがですじゃあそのボールルームバージョンで聞いていただきたいと、うん、
ャンキャンでしたけども、いやこれ途中のやつでですね、こう順番にいろいろサビのところ裏に単語が入ったりとか、ああ、スキーを気に3号、うんね、3号ということで、左チャンネルからビヨンザリーフという3号章の彼方にという、スチールギターが一節、ね、スチールギター、そのためだけに来てね、その次ビヨンザリーフって弾いてどうもありがとう、それだけですかなって帰ってきましたけどね、その後単語っていうのが出てきたように、単語がクリパルシータみたいなのが入って、あの人はね、バンドネオンの大御所の人なんですけどもこれだけ今までのレコーディングで最短時間だったんですよ、タッタッタッ、あ、どうもありがとうございました、こうやっておしまいだよね。それでまあ一つ飛ばして、キスオブファイアのところで、キスオブファイアのチャン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 だからなんだけどね、キスオブファイアって曲で、私一つだけどうしてもわからなかった疑問点、サファイアの後ろになんかサイケな音が入ってるんですけど、左側に一応あれ意図としたのはあれは電気スタールなんですけどでサファイアっていう曲のついたタイトルのあまり有名な曲というのはあまりなかったんですよ。で本当に探して、うん、そしたらポール・モリアかなんかで、うん、サファイアの瞳っていう曲があってその中にそれはインド映画の、うん、曲なんか主題歌だって書いてあったんで、まあインド映画だから実はお客知らないのよ、サタジトレイとか出てるんじゃないですか、そういうんじゃないよ、なんか知らないけどねで曲聴いて使えそうなフレーズ無理やり強引に入れて、あれなんかこれは分からなかった、分かんないですよ、私も分かんなかったんだけど、一応でもあれがサファイア、それはこれは詩が先なんですか、ということはこれはね断片ができたんですよ、その詩の、うんうん、一番最初にキスオファイアのところが、それとも、うん、欲しいのはサファイア、それとも素敵なキスオファイアだったかな、うん、それができたんで、うん、それで断片を 2,3 個いただいて、それで曲を作るっていう、そういうやり方をしてみました。ちなみに B 面は違うんですよね、オリジナルシングルは。オリジナルシングルの B 面は大谷さん書いてないでしょ、うん、あれは和田さんが作詞作曲なさってるんですね、この方はね、A 面書かないです、A 面ですけど、A 面で恋をして全然関係ないなんだよあれです、それで大谷さんの LP はどうなんですか、え、新しいのどうなり振るの、振りません、いや山下君のだからこの僕の中の少年グッド聞かせていただいて、はい、これはやっぱり2年ぐらい聞いてからじゃないと作れないなっていうくらいすごい大作でしょそろそろ年回りとしては今年はナイアガラトライアングルの年だっていう話があるんですけどね、あ、去年だったって言われてもありましたナイアガラトライアングル誰かやってくんない山下君ナイアガラトライアングルバトンタッチしてもらえないかな、しょうがねえな全然判決とかそういうこと何も考えないから、誰か山下君がナイアガラトライアングルっていうのをやってくれたりしたら本当に嬉しいけどね、ボリューム3、うん、しょうがないな、うん、そう台移してって、その次に佐野君がナイアガラトライアングルやってくれたら、そういうことでも世襲制になるわけですね、いや世襲、じゃあまあそれはいいとして、いいとして大滝さんの新しい LP はいつになるか、1991年の3月21日、だったら今頃からもう何年言ってたかな、今頃から取り掛からないとダメなんじゃないの、もう、うん、来年からでも日本じゃない、あ、そうか、来年がね、来年の4月13日が、うん、ロングバケーションの君の天然色を録音して10年目なんですよ、うん、あ、自分だけがすいません、来年の4月13日にレコーディングを始めようと思ってるんですけどそれで321に出るかな出るでしょ、あの頃も7月に出そうと思って、翌年の3月でしたからね、なるほど、あの頃だったからそれで済みましたけど ね、 ねこれはわかんない、俺はすごいわ、今年の夏ぐらいから少し下準備を始めようかなと思います、そこぐらい作っておいた方がいいんじゃないですか、本当にねください、カバーもうこの際もいただいていいんじゃないかと、ね、もう全部カバーでもいいですから、カバーで ね、 ね、大滝さん、そういう人のカバーでレコード作ろうとか思ったことないですか、作ってよ、もらってもいいんじゃないね、あ、達夫さんが作曲して大滝さんが歌うんです、綺麗、うん、な、竹内まりや作詞山下です、大滝さんって考えたら人の曲で日本の人の曲を LP に入れたことないですよね、日本のはないですけどね、うんうんうん、向こうのはねあれですけど、うん、日本の焼いた曲とは何曲かあるんですけどね、達夫、うん、さん今回ね、東京ラプソディのメロディーなんかを中に入れたいなと、うんうん、これは今回でしたね、うん、アイディアといい
作品といいます、大変だったんですけどね、そうですよね、あのあれのクリアがね、版権の、あその辺でも、でもあのなんとかほら、例えば今まで例えばロックとかね、うん、言われるフィールドの人たちってのはこれまでの日本の音楽っていうのをこうカットして全てこう、うん、それをこう、うん、切り捨てた上で何かこう始めるみたいなね、うん、とこからやってたとこがあったと思うんですけど、そうです、私たちはもうね見事に切り捨てて、そういう時代ですからね、出て、うん、でも僕もほら大滝さんと同じで映画、うん、僕の場合戦前のそういう日本映画ばっかり見てた時があってね、で昭和12、3、10年代のほら日本映画って陶器になってばっかりでしょ、うん、そうするとそのなんていうの、監督のさ映画がやっぱり若かったでしょ、うん、と今の我々のと今のっていうかもうちょっと前ぐらいのね、その洋楽ほら一生懸命導入してやってた頃とすごい発想似てんだよね、うん、でやっぱりネタみたいな、俗にネタっての、うん、あのなんていうかな、その外国で自分が見てさ感動した映画のここのシーンをさ、それをまた時代劇へさ映し替えてとか、そういう要するに精神っていうかな、それで陶器が生まれてまだ7年、6、7年しか経ってない時だから、うん、言ってみればまさにデジタルがね、うん、生まれレコーディングで、うん、そういう要するに意識的なものすごいね、近似点感じたから、まあ、こういう感じで、うん、やっぱり映画からの影響ですね、それは。これはでもあれですよね、山下達郎宣言とも呼べる、うん、一つの山下君の活動の中での一つのあれですよね、ポイントでしたよね、そんなことありますけど思いません、そういうんじゃないんですか。いや、そんなにこう大げさなその大それたその大それた、ものでもないんですけど、インタビュー読んでるとかなり大それた、私も書いた覚えがありますけど、文章になると大げさになると、ね、こんなことこんなに、いやいや、そんなことないですよ。で今カバーって話が出たんですけど、はい、実はあのあれですよね、あのこの番組でも結構ね、あのせっかくお二人来るんだから、はい、歌ってくれとかね、いろいろあの要望あったんですけど、はいね、台本もないのに、イベントがねすごいね、あの以前大人になったね、かなり、どうもありがとうございます、かなり前にかなり前になりますけど、あの話題を呼んだ、はい、あのセッションがありましたよ、あれは NHK ですよ、ね、ニューサウンズスペシャル、やった、山下達郎の世界ってそこで一日大滝さんを、はい、にお願いして、うん、エバリーのね、うん、カバーを1時間やったことある、エバリーブラザー覚えてるでしょ、ありましたっけあの時はあのフリートウズなんかもやったんですよね、そうですね、フリートウズ2曲カバー、ああ、ね、うん、やりましたでしょ、ミスダイモンドリング、おいおいおい何したんだろうなカムソフトリートゥーミーとかやってましたけどね、あのそのなんとそれもテープがここにあるということですね、今日はせっかくお二人来てるんですね、二人で歌わないでそのテープをかけるともなんか悲しいものがありますけどもね、いや声が若いよ私の少なくとも、あで大滝さんの声しばらく聞いてないから忘れちゃった歌声情けない声を忘れられてしまったしょうがないね、今日は何がいいでしょう、来週かけれますけどロイオビソンが亡くなったんでね、うん、はい、ロイオビソンがカバーしてるあのカバーってどっちが先ですかね、エヴァリーとロイオビソンとラブハーツ、エヴァリーじゃないんですかね、でしょうね、でロイオビソンもやってますから、はい、で僕はあれで大滝さんにあの曲を教えてもらった、うん、あので、はい、ラブハーツなんかをかけてみたいと思うんですけど、ラブラブスカイズラブムーンセンマイズエニハーツNot tough, nor strong enough to take a lot of pain, take a lot of pain. Love is like a cloud, pours a lot of rain. Love hurts. Love hurts. I'm young.Love is like a stove, burns you when it's hot. Love hurts. Love hurts. Some fools rave of happiness, blissfulness, togetherness. Some fools fool themselves.Yes, but then
love is just a lie, it made you make it blue. Love hurts. なんか懐かしい気持ちになってしまう。懐かしいですね。これいつでしたっけ ?81 年とか2年、81年だと思ったの確か。本当に、うん、あ、そう、うん、そのぐらいだと思いますよ。8年前。7年、うん、8年前。8年前。夏ですからね。あら。やった。8年も経ってしまう。81年。うん、行ってるところで。そうですよね。僕ね、会社辞めた年ですあ、まだじゃあ音楽評論家やってる前だ。まだあのクイズ番組の問題作ってなんかしてる頃です。本当よく聞いてるね。ね。というわけでですね、あの今日もしんみりと、1回目の、新春放題この辺でですね。今年は割としんみりしてますね。わかりませんよまだ、というわけで来週に続く。新春放談いかがでしたでしょうか。来週も大滝山下両巨匠をお迎えしてオールディーズ談義の花を咲かせる新春放談をお送りします。お楽しみに、郵便番号 150-01 NHKFM ミュージックシティ木曜日萩原健太の係までリクエストの方もじゃんじゃんお寄せください。待っております。それじゃあまた来週、萩原健太でした。おやすみなさい。